シールが。え、ってことは。あ、山西、後ろに人が。ほら先生、この人ですよ。あー、めんどくさくなった。いやー、何やってんだ。カメラを見つけた場合、根本的な対処法はそれを回収することじゃ。なんだお前ら敵か。レンズの前を隠すんですよ。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すためにのこのこ戻ってくるというわけです。優等生ぶりやがって。お前は下がったろ。おい、そこで何してる。なんで緊張してんだよお前の方が。盗撮魔ですって。なんで今お前緊張してたんだよ。まんまと罠にはめられました、うん、まあそれははめられたのははめられたな。マジかよ、ここで捕まったらただの盗撮盗撮犯じゃねえか。間違いねえな。ここはちょっと手洗い真似をしなきゃいけないかな。ちょっと逃げよっと。ほらほら。お、ここでアトラクションモードか。クソ、なんでこんなとこに、こんなことに。とりあえずあそこに行けってことかね。よしよし、行こう行こう行こう。よいしょ。え、見失ったあの人もしかして。これはちょっとまずい状況なのでは。これはどっから上行けるか。こっちから行けるか。こっちによって。あ、なんかできるわ。パイプ、鉄骨使い。アスレチックアクション中にパイプや鉄骨を掴んで移動することができます。L で左右移動で、あー、なるほど。了解です。こっちも行けるってこと？よいしょー。オッケーオッケー。よーし、よし、行きましょう、行きましょう。おー、すごい。あ、バレない、バレない。バレてるな、見られてるな。何されてるんだと思って。サスケしてんのかなと思われるわ。クリフハンガーしてんのかなと思われるわ。あ、やばい。上、あ、待った待った。そこ誰かいる。あ、でもなんかあれ取りたい。あ、ダメ、下いける？オッケーオッケー。あ、でもなんか上あったな。謎の種もらった。まあいいや。あ、なんか上になんかあったけどな。取りゃよかったな。やべ。あ、やべ。生徒さんいっぱいいるな。この上じゃ人目につくな。よしよし。矢上氏、正面に体育館の屋根に登るはしごがあります。はいはい、ひとまずそこに向かってください。了解。人目につかないように行かなきゃいけないわけね。出た、この忍者スタイルね。こっちなんもないね。了解了解。忍者スタイルで行きますと。これダッシュできるんだよね。よしよし、まあいいや。ダッシュで行きましょうか。おー、鳩取った、危ねえ。何何？何やってんの？謎のキノコ。やだよ。じゃ理事長なんとか説明してよ。理事長、あ、なんかあるわ。理事長お願いしますよ。なんでこんなとこにタウリナ動いてんの？誰か飲んでたんか？よしよしよ。いやー、でもはい、こっから逃げるってどうやって逃げんの？体育館の上来ちゃったよ、これ。こんなところで逃げらんないよ。怪盗キットかよ。こっち？あ、こっちって書いてるな。お、ドローン飛んでる。屋上へ着いたようですな。さっきからどこで見てるの？あれじゃない、あのドローンじゃない。ドローンですよ、ヤガミシ。うん。人のいない移動できそうな場所を見つけました。すげえな。その屋根の上からドローンを目印に、怖くね？飛び降りてください。できるだけまっすぐに思い切って。ええー、かまあまあ高さあるよ。全く簡単に言うよな。まあまあ矢上さんだからできなくはないけどさ。幅跳びジャンプ、助走をつけて飛び出すことで幅跳びジャンプをすることができます。助走の速さによって飛べる距離が変化するので、はいはいはい、遠くに飛ぶときは大きく助走。いや、これは結構助走いいんじゃない。よいしょ。じゃあここに向かっていきゃいいのね。おれ、おーい、けっ、矢上じゃーん。オッケー、いて、いてててて。まあでもいいんじゃない。スタミナ X もらいましたね。ありがとうございます。よいしょ。オッケー、なんとか逃げ切れた。もう何人か警備員がついているようです。やばいやばいやばい。脱出できそうですか？ちょっと待ってよ、とりあえずどうにかしないと。例の教室に、うん、まあそれはしないといけないわ。いや、しかし警備が厳しくなる前に済ませりゃいい。脱出はその後。いや、でも行くか、八神さん、頑張れ。大丈夫、要は警備に見つからなきゃいいんだし。
俺にはつくものサポートもついてるだろ。隠しカメラの誘導頼むぜ。こんな風に言われると弱いですね。了解です、八神氏。横浜99課の名にかけて任せてください。よし行くぜ、つくもとコンビだ。ミッションスタートですぞ。よし行くぜ。ここは慎重に行こう。さあとりあえず2年2組に行くところからか。あ、でもケビンもういるな。ここどうにかしないといけないな。八神氏が安全に目的地にたどり着けるよう私がナビゲートします。うん、よろしく。ですから無線はこのまま切らずにいてください。はい、わかった。頼んだぜつくも。よし、とりあえずバレないように行かなきゃいけないからな。よしよし、こっちにいたよなさっきで。今見てると、よいしょ、お、なんか話してんな。何を話してんだ。あ、向こう行ったな。体育館側にいるとかの情報が入ったのかな。こっちの間抜けれそうだ。そういうことか。俺、今、会話した今。八神さん、俺の会話してない。まあいいや、とりあえず行きましょうか。2年2組に行かなきゃいけないでしょ。だからこっち階段降りて、よいしょ。はい。で、ここで喋ってると。くそ。2年2組。いや、ここで立ち話すんなよ。出てけよ、早く。別のルートを探しましょう。うん、少々お待ちくだされ。遠回りしなきゃいけないか。八神氏、このルートは諦めて屋上へ向かいませんか。屋上。そうだな、警備員がいなくなるの。ああ、やっぱもう一人来たな。うん、屋上へ行ってみるか。了解、屋上行きましょうか。なるほどね、なるほどね。こっちに誰かいるか。ああいるな。屋上に行けないようにしてんのか。ここも当選簿か。いやいや、ここはもうさすがに無理だな。どうやらそこは死角だったようです。あれ、でもここにカメラ仕掛けてなかったっけ。八神氏、その場所に警備は何人いますか。一人だね。一人だけだけど、うん、おじさんだよ、おじさん。一人ですか。であればそこの警備にはどいていただきましょう。お、無理やりか。何か策があるのか。八神氏に以前渡したあれを使う時が来たようです。あれ、あれってこのボールのことか。なんだそれ、初めて見たぞ。何に使うんだ。防犯用のカラーボールのようなものですよ。スクモスモークって書いてんだ。そのボールに粉末や液体を入れて、はい、ターゲットに投げつけて目をくらませるのです。なんかカラーボールの進化版みたいな話か。で、中に何が入ってるんだ。ただの故障です。おいおい、なるほど、ね、ああ、そう、でもそれで大丈夫なんかな。まあまあ、ものは試しです、ね、おい、なんか上で暇そうにしてんな。でも効きそうだな、ああいうやつ。スモークボール、カバー中に敵に照準を合わせて R2 で、ああはい、スモークボールを投げれます。よし、当てるか。ほう、ほら、くれ。あ、下投げ、思いっきり下投げ。よしよし、今のうち今のうち今のうち。でバレるだろ、今のはバレるだろ。すごいな、効果はバッチリだ。いや、目、いや、気配でわかんない今の。そのようですね。八神氏、ボールには1回分の素材しか入れられません。ああ、そうなんだ。あとは現地調達でお願いします。いや、故障現地調達。分かった分かった。待って、でもさっきそこにいたからな。こっちから向かえってことか。ああ、でも屋上にも人いんな。隠れる場所も少ないし、警備に見つかったら逃げられそうにない。確かにこっちには行けないってことか。ただこっちももう道はないから。あー、でも、あそこ警備員いるじゃんか。これはこっちには行けないってことでしょ。だってこっち人いるもんね。あーでも今行ける。よし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 。あー、ここまた警備員いるな。あいつちょっとどうにかできねえかな。よしよしよし、今いける、今いける。今向こう向いてる、今向こう向いてる。よし、絡んどけ絡んどけあいつ。よし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 、よし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 、オッケーオッケー、いけたいけたいけた。あぶねー、ナイス学生くん。お、待って待って、今いける、今いける。奥の警官も大丈夫大丈夫大丈夫。はい、通りますよ。はい、オッケーオッケー。つくも、
聞こえるか。あぶねえ。このまま降りていくと、オッケーオッケー、例の現場に戻っちまうよな。そうだね、それはそうだけど。矢上氏が盗撮魔扱いされた2階の踊り場ですね。うん、はい、その通りです。いやでももういないのか。現場がどうなってるかわかるか。カメラは撮っちゃったよね。調べてみましょう。矢上氏をはめた手だれの女子はいませんね。手だれの女子、うん、集まっていた野獣馬もいなくなったようで。ああよかった。おなら行けそう。でもあれさ、2年2組のとこに警備員待っていたよね。やり過ごせるでしょ。ああ、一人くらいなら楽勝だ。おい、手荒な真似しそうだな。よしよしよし。 あ出た、コイン投げだ。コインを投げますよ。さあそして、あ、やべ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 、バレるバレる。あー、バレちゃった。早かった、早すぎた、早すぎた。早すぎた。なんか変だな。おっと、あ、なるほど、これ締め落としできないのか。そりゃそうだ、締め落とせねえわ。よし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 、とりあえずバレずに行けたか。行けてるっぽいな。ただ向こうもいるな。しょしょ、向こう行った。なんだろう、あ、なんだろうって言ってる。何、あそこか。よしよし、いやめちゃめちゃ近いけど、あ大丈夫。オッケーオッケー。ここもコインを投げる。コインを投げて、あ、また近い近い、まだ近い。で行って大丈夫、バレない。オッケーオッケーオッケー。なんでこれでバレないのかな。なんでこれでバレないのかな。さっきもうコイン取ってないか。おー、絶対バレるだろう。なんでバレてないんだよこれで、ね、どういうことだよこれ。でも奥にもいるし、絶対もう怪しいって、こんな隠れてんの。よし。気づけお前ら、なんでこんな怪しすぎんだろう。2年2組に着いた。よし、生徒は誰もいない。着いたね。了解です。警備は完全に矢上氏を見失ってるようです。邪魔ねえな。お前のおかげだよ、つくも。一回捕まったけどね。じゃあこれから例の締め落とそうとしてすっごい捕まったけどね。さてと、高田さんの机はどこだったっけ。高田さん真ん中じゃなかったっけ。あ、ててて、あれ、なんか、あ、教壇に引っかかってる。ここだな、この辺りだったな、彼女の席は。そうだね。よし、それじゃあ周りに仕込むスピーカーは音がこっちに向くようにと。あー、なるほど、やっぱそうだね。お、やっぱ誰かが声を上げるのを手伝うんだな。うん、でもこれあれじゃない、教室掃除してたらバレない、手ガシッて当たったらねえ、昔みたいにさ。こちらマイクのテスト中、本日は晴天なり。あ、テスです。業界人か。いいね、さすがつくものスピーカー、すぐそこにいるみたいな、うん、なるほど、やっぱそういうことだろうね。これで仕込みは OK なのですか。ああ、やれることはやったと思うよ。あとはずら書くだけだぜ。あ、やばい。お？やーべ、バカ学生じゃん。ストップ。ちょーっと待った。なんだよバカ学生。誰だヤックンってさ、なあ。さっき不審者がいるって警備が騒いでたよ。まだこんなとこいたんだ。けどなんか見た顔だと思ったんだよね。なんだお前も見て見ぬふりか、傍観者かお前も。昨日のやつだな。俺のスマホ取ったろ。たっぷり弁償してもらわなきゃな。大丈夫ですか矢上氏、せっかくここまで来たのに。大丈夫、うまく切り抜け、軽く痛めつけるだけだから。おお、なんかラグビー部来たぞ。おお、なんかなんでちょびひげ生やしてんだよ高校生が。高校生ちょびひげ生やすな。答えねえんだ、マジで不審者じゃん。女子の体操服でも盗みに来た。お前らのいじめを盗撮しに来たんだよ。
じゃあこいつ好きなだけポコってもOKなの？ラグビーボール持ってくるってどういうことなの？俺ら変態捕まえたヒーローになれるよ。お前ら変態にボコされる。俺一回人の骨ぶち割ってみたかったんだよな。お前血の気多すぎないこいつ。お、何やる？ヤッくん、こいつ結構やるから、みんなで一斉に行った方がいいよ。お、左のやつもやんのか？あれくれ、あれくれ高校生たちをねじ伏せるって書いてんな。マジですよ。逃げろータックルされた、タックルされた。危ない。オッケー、そううまくいくかい。さあ教室だったらねスピーカーバレるから廊下でやりましょうか。おっ、ラグビーボーやり返せ。おい、なんだ、来いよ、かかって来いよ。ひよってんのか俺。気合入った変態、まあ変態ではあるかもしれないから、ね、しゃあ、あれくれ高校生。ここで捕まったら変態扱いです。もうされてんだよ。どういう煽りしてんのじゃね。やるしかねえか。しゃあボコってやるけ。ほれ、はい、残りはこいつだな。いて、あ、痛い。よっしゃ、一戦戻り。あー、めんどっ。こいや、タックルしてくんのか。お、強敵の必殺技、モータルアタック。はいはいはい。まあ、攻撃してくるやつでしょ。モータルがアタックが当たる前に罰を入力し、回避に成功したら丸、この丸を入力すると返し技。あ、はいはい。丸、オッケー、完璧、カウンターだ。おれ、完璧、カウンターで勝った。危ねえ、死にかけたぜ。カウンターちょっとカウンターで締めようとしたらだいぶ食らっちった。危ねえ、少し大人げなかったかもな。だいぶやられかけたけどね。消えましょう。矢上氏はそのまま一人で脱出を。僕たちも順次校内から離脱します。うちの事務所で落ち合いましょう。オッケー、帰ろうか。でもこれでやばいんじゃない？さっきのバカ学生たちに俺がいる、俺ってか矢上さんがいることをバレちゃったじゃん。さあ帰ってきました。横浜99課に戻ろう。海藤さんたちもそこにいるはずだ。了解。さあということで、まあ今回学校に行ってきたわけなんですけれども、まあ今回この感じで終わろうかなと思っております。はい、ということで、まあ今回この後ですね、つくものところに帰って、でまあこの後の展開に進んでいくわけなんですけれども、まあ、まあある程度はストーリー重視でいきたいと思ってますんで、このままストーリー続けていきたいと思います。ということで今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。